日本に投下する原爆を輸送したアメリカ海軍の艦艇を海に沈めた日本の潜水艦がありました。第二次世界大戦末期、ある一隻のアメリカ海軍巡洋艦が日本の潜水艦による魚雷攻撃を受け沈没しました。乗組員1195名、生存者わずか316名。その責任を艦長一人に全て押し付けたアメリカ海軍。チャールズ・バトラー・マクベイ3世は大戦中に沈没した船の中で軍法会議にかけられた唯一の艦長です。これはインディアナポリスの悲劇とマクベイ艦長の名誉を守ろうとした日本人艦長、そして生存者たちの物語です。アメリカ海軍のポートランド級重巡洋艦インディアナポリスは1932年に就役。大戦が始まり、太平洋艦隊に所属していたインディは次々に戦果を上げていきました。1944年、インディに新たな艦長が就任。沖縄戦では特攻隊による攻撃を受け艦艇に直撃。修理のため造船所に戻ったインディは新たな任務を受けました。艦長が受け取った任務は極秘任務、とある荷物をテニアン島へ届けろというものでした。艦長をはじめ誰一人中身を知らされることはありませんでした。そしてその中身は原子爆弾の部品だったのです。そうとは知らず、とにかく一日でも早く届けるように言われたインディの乗組員たち。インディは真珠湾を寄港後、テニアン島へ。無事に荷物を届けた後、グアム島、そしてフィリピンのレイテ島で訓練後、沖縄戦に加わるよう指示を受けました。沈没4日前、レイテ島へ向かう際、マクベイは海軍本部に敵の情報を求めました。帰ってきた答えは、インディの航路や付近の海域に敵はいない。そして護衛をつけることなく、単独で向かうことになりました。7月29日、午後8時。天候は曇り。厚い雲に覆われた空は月の光を遮り、辺りは闇に包まれていました。レイテ島へ急いでいたマクベイは、このチャンスを逃すまいと、高速での直進航行を決断。闇に紛れ、インディは進み続けました。一方、大日本帝国海軍のイーゴー第58潜水艦、7月29日午後11時ごろ、パラオの北250海里付近、どんよりとした曇り空の下、敵艦がいないのを確認した艦長は一時浮上を決断。周囲を警戒しながら浮上した直後のこと、潜望鏡で辺りを見回していたその時に、ふっと訪れた雲の切れ間、艦長は偶然月に照らし出された一隻の水上艦を発見。敵艦発見。それもかなり近くにいる。護衛艦の姿はどこにもない。チャンスだ。急速潜航だ。艦長の橋本はこの艦艇を魚雷で攻撃することに。この時、潜水艦内からは一切の音が消え、無音に包まれました。全乗員息を潜め、攻撃開始の合図を待っていました。11時26分、潜水艦が約1500メートルにまで近づいた時、魚雷6本を発射、そのうち2本が右舷に命中しました。再び潜望鏡で確認するも、艦艇の姿はどこにもありません。それはインディアナポリスの沈没を意味していました。同時刻のインディ艦内。真夜中、突然響き渡る轟音。そして大きな揺れ。
部屋で寝ていた者はベッドから呼び出され、何が起こったのか確認する間もなく煙に包まれ、あっという間に大量の水が押し寄せてきました。攻撃を受けてから数分後、マクベイは悟ります。この船は沈没する。退去せよ、退去せよ。艦長は退去命令を下しました。大きく傾いたインディはわずか12分で完全に沈没しました。インディアナポリスの乗員は合計1195名、そのうち約300名が魚雷攻撃で死亡、残りの約900名が洋上へ投げ出されました。生き残っていた彼らを待ち受けていた恐怖生活、悪夢のような5日間が始まりました。乗組員たちのほとんどは救命ボートにも乗れず、救命胴衣すらない状態でただ海の上を漂うことしかできませんでした。そしてこの艦艇に乗っていた大多数の乗員はまだ18歳程度の学校を卒業したばかりの子供でした。食料はおろか水さえない状況に置かれた彼らを襲った恐怖、日中の太陽の日差しはあまりに強く皮膚を焼きつけ、喉の渇きをひどくさせました。日が暮れると今度は海水温が低下し、体中から体温が奪われていきます。暑さと寒さで体力を消耗し衰弱していきました。そして彼らが漂っていた海の下には人を襲うホオジロザメの姿があちこちに。睡眠不足とストレスで幻覚を見るもの、喉の渇きに耐えきれずに海水を飲むもの、サメに襲われる、脱水、低体温症、500名以上の乗員が漂流中に命を落としました。8月2日、沈没から4日目の朝、誰もが救助に絶望を感じていた時、偶然上空を哨戒飛行していたアメリカ軍パイロットによって発見され、24時間かけようやく救助されました。救助された生存者は漂流していた900名中316名、アメリカ海軍史上最悪の惨事となりました。この沈没からわずか数週間後、第二次世界大戦は終結しました。救出された300名以上の乗員たち、その中には艦長であるマクベイの姿も。そしてここから彼にとって本当の地獄が始まりました。彼はこの沈没の責任を問われ、軍法会議にかけられたのです。問われた罪は2点、適切なタイミングで退去命令を出さなかった、魚雷攻撃を回避するためのジグザグ航行を怠った。1945年12月海軍の検察側が証言者として召喚したある人物、証言台に立っていたのは魚雷を発射した張本人、潜水艦艦長の橋本でした。予備審問で橋本はこう証言しました。もしジグザグ航行をしていたとしても、あの位置なら確実に攻撃できました。まさかのマクベイを庇護する形の発言に海軍は驚愕。このような軍法会議で敵国側の人物を召喚するというのは異例中の異例。その上、橋本はアメリカ海軍を前にして
堂々と事実を述べました。しかし、その声は届きませんでした。彼の日本語は歪曲して通訳され、おおむね直線的に航行していた、とマクベイにとって不利となる言葉に変えられてしまいました。もちろん橋本はそれは違うと主張しましたが、訂正されることはありませんでした。その後、本心で発言することもできぬまま帰国。魚雷の回避行動を取らず、船を危険にさらしたとして、マクベイは有罪となってしまいました。マクベイは海軍一家に生まれたエリートでした。周囲からも厚い信頼を得ていた彼が、軍法会議で、この悲劇は彼のせいだった、と証明されてしまった。亡くなった乗組員たちの遺族は、その悲しみをどうすればいいのかわからなかった。そして長い間、マクベイは遺族に責められ続けてしまったのです。1968年、彼は自ら命を絶ちました。それから30年が経った1998年、一人の少年がきっかけで事態は大きく変化します。有名な映画ジョーズ、この中でインディアナポリス沈没の話が登場します。これをきっかけにインディアナポリスの悲劇を知り、関心を持った12歳の少年、ハンター・スコットがいました。彼は調べていくうちに沈没の責任をマクベイ艦長だけに背負わせた判決に疑問を持ち、名誉回復に力を注ぎ続けました。橋本もまたマクベイの名誉回復に尽力してきました。再び国民の関心が集まったマクベイの裁判、アメリカで名誉回復の動きが始まりました。そして2000年10月30日、アメリカ議会とクリントン大統領によってマクベイの名誉回復が実現しました。しかしマクベイの名誉回復の5日前に橋本は他界、直接朗報を届けることは叶いませんでした。生前橋本はインディアナポリスの元乗組員らと交流、和解に努めています。そして太平洋戦争で亡くなったすべての戦没者のために祈り続けました。これまで行方が分からなくなっていた沈没したインディの船体。何度も探索を行ってきましたが、実際にどこで沈没したのか、詳細な情報はなく困難を極めていました。しかし2017年、ついにインディアナポリスがフィリピン海水深5500メートルの海底で発見されました。沈没船を発見した探索チームはマイクロソフト共同創始者のポール・アレン率いる民間チームでした。なぜ
このような悲劇が起きてしまったのか、疑問はいくつもあります。後の調査や当時の関係者による証言などにより、様々な事実が判明することとなりました。まず、なぜ12分という短い時間で水没してしまったのか。通常、インディのような大型艦では、攻撃を受けても沈みにくい設計で作られています。浸水被害を最小限にするための防水ハッチ。この船にとって生命線でもある防水ハッチが全て開け放たれていました。その理由は換気のため。エアコンも扇風機もないインディの艦内は灼熱地獄で、空気を入れ替えながら航行していました。そのため、瞬く間に浸水が進み、沈没してしまったのです。そして海軍側は、この海域で日本の潜水艦が活動していることを実は知っていたということが後に判明しています。それをマクベイに伝えず、敵艦の心配はないと誤った情報を与えていました。インディには対潜探知機が装備されておらず、駆逐艦の護衛が必要だったため、マクベイは護衛を要請。しかし、この要請は却下されています。沈没直前、インディアナポリスの第二無線室では、遭難信号を出し続けていたということが判明しています。少なくとも3カ所で受信されたその SOS は、全員に無視されてしまいます。酒に酔っていた、日本軍の謀略と考えた、などの理由で救助隊が出動することはありませんでした。インディは7月31日にレイテに到着する予定でした。しかしその時になっても姿を現さないことに気に留める者はおらず、極秘任務であったこと、上層部での情報共有がうまく機能していなかったことなどが原因で、捜索隊が出されることはありませんでした。そしてマクベイが罪に問われたジグザグ航行について、上層部はマクベイに対し、自分の裁量でジグザグ航行するようにと指示を出していました。航行していたフィリピン海に敵の危険はないと聞いていたマクベイは、日が暮れ視界が悪くなって初めて直線コースに変更しています。言われた通り、与えられた情報をもとに自分の裁量で判断しています。そして日本の潜水艦がたとえ最初の魚雷攻撃に失敗したとしても、回転という第二の攻撃手段を持っていました。ジグザグに航行しなかったから沈没したわけではありません。第二次世界大戦でアメリカ海軍は700隻以上の艦艇を失いました。その中で軍法会議にかけられた艦長はマクベイただ一人。彼の名誉を守るため、世代を超え国境を超え、たくさんの人が声を上げました。インディアナポリスにまつわる物語は書籍化され、映画化され、多くのアメリカ人に知られるようになりました。インディアナポリスの生存者は現在1名となりました。このチャンネルでは USA ミリタリーチャンネルでは紹介できないような真偽不明の米軍の謎に迫ったり、他国の兵器解説、戦時中の秘話など興味深く面白い話をテーマにしています。ご視聴ありがとうございました。ぜひこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。